はい、皆さんこんにちは。本日は潰れたパチンコ店の現地調査で初めてね、留萌に来ましたね。北海道の留萌市の錦町っていうところなんですけど、まあ、留萌市のね、繁華街としては、まあ、そこそこ有名なところになりますね。まあ、今繁華街の中ね、走ってるんですけども、結構ね、飲み屋さんっていうか廃墟になってるところがね、結構見受けられるなっていう印象を受けますね。まあ、留萌はね、何回か来たことあるんですけど、まあ、ほとんど通過するだけっていう感じですかね。今ね、高速道路で留萌までね、行けますんで、まあ、そこまで高速で来て、例えばね、手塩の方とかに向かうときに、この留萌のところを通過するだけなんで、こういった市街地っていうんですかね、中をね、あんまりじっくり見たことなかったんでね、まあ、ちょっと興味深くぐるぐるいろいろ回ってるところなんですけども、まあ、これからね、その潰れたパチンコ店のね、跡地のところあるんで、そちらの方へ向かっていきたいと思います。コインパーキングがね、なかなか見つからなくて、まあ、ようやっと見つけてね、今車を止めてきて、まあ、これからね、その潰れたパチンコ店のね、ところ行きたいんですけども、ここの道路ね、すごい急斜面でね、今下ってるんですけどね、映像じゃちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、かなりのね、急斜面をこう下ってるっていう感じですね。多分高齢者の方とかだと歩道をすごい歩きづらいと思うんですよ。で、今日ね、すごい寒くて、歩道がすごいツルツルなんですよね。で、カメラ持っててね、ちょっとブレちゃうかもしれないんですけど、そのあたりはご了承いただきたいと思います。右手の方にね、見える建物が元パチンコ店の物件なんでね、もっと近づいてみたいと思います。右手に見えるね、三松ビルっていうところが元ね、パチンコ店のね、物件になります。こちらがね、潰れたパチンコ店の跡地、三松ビルっていうところなんですけども、パチンコ店だった時の屋号がパチンコ三松留萌店というパチンコ店でした。で、なんかね、サウナと温泉が併設されてたようなんですよね。なので、まあ、建物は結構古いと思うんでね、昔は、まあ、総合アミューズメントビルみたいな感じの、まあ、走りだったんじゃないでしょうかね。で、この三松ビルっていうね、この三松っていう字なんですけど、中央区のね、札幌市中央区の三松企業のね、三松っていう字体と似てるんですよね。だから関連性があるのかどうかっていうところはちょっとわからないんですけども、もしかしたら何かしらのこうグループなのかもしれないですよね。ちょっとね、詳しいことわかんないんでね、わかる方いましたらね、コメントいただけるとありがたいんですけども、まあ、ちゃんとこちらにね、元サウナ温泉があったっていうね、証拠がありますね。で、建物の方はもう結構老朽化来てますね。温泉サウナで気分もすっきり、まあ、パチンコで勝ってね、そういう気分になれば最高ですよね。で、結構大きい建物なんで、まあ、おそらく上の方にね、温泉とサウナがあったんじゃなかろうかっていうところですね。ただ今はもうこのビル自体がね、廃墟になっちゃってると思うんで、まあ多分何も使われてないっていう感じですね。こういったこの裏口の部分とかもね、結構ひどい荒れ方してる状況になってますんで、まあ、このビル自体が今廃墟ビルみたいな形になってると思います。まあ、建物ほんと結構ね、大きいですよね。4階建てぐらいなのかな、多分。正面側がまあこんな感じですね。で、こちらがまあ反対側の横側になるんですけども、まあ、特になんかあるっていうわけでもないんですけど、ここにね、この駐車場のね、案内がちゃんと出てますね。まあ、ちょっと離れたところにね、駐車場が何箇所か、まあ、あったようですね。で、こちらも多分ね、店舗の入り口だったところの跡になると思います。結構荒れてる感じなんで、まあ、景品交換所とかもね、もしかしたらこの辺りにあったんじゃないですかね。で、裏側がこんな感じになってますね。それではね、もう一度ね、正面側の方へね、戻りたいと思います。ここのパチンコ三松留萌店が閉店したのが2013年の7月なんですよね。
まあ、おそらくね、このサウナ温泉もこのパチンコ店がね、運営していた法人がやってたと思うんで、パチンコ店の閉店と同時にね、すべての施設を、まあ、閉店させたと思うんですけどね。で、まあ、この辺りね、留萌市の、まあ、繁華街というか、まあ、歓楽街のエリアで、まあ、そういった中にあるパチンコ店なんでね、昔のそのパチンコ店って言ったらこういう感じのね、繁華街とか駅前にあるようなね、パチンコ店はね、こういう感じの雰囲気のところがね、多かったと思います。で、まあ建物も多分40年か50年ぐらいはね、築年数でいくと経ってるんじゃないかなっていうところですね。で、私は留萌のね、パチンコ事情についてはまあ詳しくないというかね、まあ、ほとんどわかんないんですけども、現在市内で営業されているパチンコ店がね、4店舗ほどありますね。まあ、大手のところだとね、ひまわりとか、あとライジングですね。それと、まあ、地場の法人だと思うんですけど、あの、岩見沢にもね、チェーン店があるコンパルっていうパチンコ店とね、あともう一箇所、ジャイアンツだったかな。ジャイアンツとかいうパチンコ店がね、ありますね。で、まあ、以前はね、もっとたくさんあったと思うんですけど、まあ、こういった形で、あの、閉店したパチンコ店もね、まあ、何軒かあるっていうところですね。現在のね、留萌市の人口が約2万人程度なんですけど、留萌市のね、人口のピークっていうのが昭和40年の時にね、約4万人ぐらいの人口がいたらしいんですけども、まあ、その頃からね、見ると、まあ、半分程度になってしまったっていうところですね。で、やっぱり留萌といえばね、漁港がある町なんで、まあ、それなりに町の歴史もね、古いと思うんですよね。なので、まあ、結構ね、こう市内のね、いろんなところを見て回ると、結構古い建物とかね、まあ、あと廃墟になってる雑居ビルみたいなところとか、まあ、結構見受けられますね。で、この近くにね、あの、元ボーリング場だった建物がね、ありましたね。ボーリングのピンがね、まだ立ったままになってて、で、建物自体はもう廃墟になってたんですけども、まあ、パッと見た感じ、すぐね、あ、これボーリング場だなってわかるところがね、一箇所ありましたね。あと、この辺りだとね、あの、民宿みたいなね、ちっちゃな宿っていうんですかね、そういったのがね、結構ありますね。あの、ホテルとかよりもなんかそういう小さなね、民宿的な宿の方がなんか多いんじゃないかなっていう感じしましたね。まあ今ね、冬で雪があるんでね、まあいろいろ見て回るにもね、ちょっといろいろ弊害があるんで、まあ雪が溶けてね、また夏場にでもじっくりね、留萌の街の中をね、こう探索してみたいなっていう感じですね。まあ、これからね、多分現地調査で行くところっていうのは、もうほとんど私が行ったことないようなね、私が行ったことないパチンコ店がほとんどだと思うんですよね。自分が行ったところっていうのはね、大体もう現地調査終わってるんで、まあ、これからは、知らないパチンコ店っていうんですかね、自分自身もちょっと知識がね、ないパチンコ店になってくるんで、まあ、そういった部分はね、あの、視聴者の皆様方のコメントに支えられてる部分がね、多々ありますんで、まあ、このお店に関してもね、知ってる方とかいましたら、どんどんね、コメントの方書き込んでいただきたいと思います。いろんな思い出がね、多分あると思いますんで、そういった思い出話をね、視聴者の皆様方と共有できたらいいなと思います。はい、そんな感じで本日は北海道留萌市の潰れたパチンコ店、パチンコ見松留萌店の跡地から現地調査の動画でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。